銀色に輝くカタクチイワシを求め、北条の沖合五木灘へと向かいます。今回の松山の旬は海の幸ということで、今船で漁に出ておりますけれども、森さん、今日の天候そして海のコンディションどうですか？最高よ。最高ですか？最高ですよ。バッチリ魚がよく取れてると思いますよ。案内してくれるのは漁師歴50年以上の森圭一さん、77歳。夏の方が水温が高い方がカタクチイワシは多いと思います。カタクチイワシの漁はいつ頃？夏なんです。じゃあまさに今が、今旬、今が旬です。瀬戸内の早い海流で育ったカタクチイワシは、松山農林水産物ブランドに認定されている瀬戸内の銀鱗煮干しになるんです。水揚げからおよそ10分、取れたてのカタクチイワシをすぐさま釜の中へ。取ってから釜へ入るまでが勝負だから、カタクチイワシ時間置いたら置いたで、もう腹が切れたり腹が上がったり、鮮度命。新鮮な方が味はどう変わってる？美味しい。苦くないし。苦味がなくなるんだ。そう、鮮度がいい魚ほど苦味がなくてすっきりしたら確かに。この漁で取れた全てのカタクチイワシが茹で上がるまでにかかった時間はわずか10分ほど。茹で上がったカタクチイワシは、これが鱗。うわ、鱗。つるっと鱗が取れました。わ、キラキラですね。キラキラでしょ。しかもいい香り。これが今できているキラキラ、見えるかな。すごい。それで乾いたらこうなる。この方に鱗をつく。わあ、もうそのまんま。これが銀鱗。乾かす前のカタクチイワシをいただいてみると、うん、柔らかい。わあ、プリプリ。全然苦味がないですね。ないやろ。うん。うわ、美味しい。スルッと行きました。ここから1日ほど乾燥。およそ60度の高温で表面の水分を飛ばした後、冷風乾燥機で乾かしていくんだそう。そして出来上がった瀬戸内の銀鱗煮干しがこちら。わー、輝いてますね。いただきます。うん、サクサク。苦味がほとんどなくて、噛めば噛むほど口の中いっぱいに旨味が広がってきます。そして先ほど試食した時にイワシの身の柔らかさから感じた優しい味がそのまま残っていて、とっても美味しいです。瀬戸内の銀鱗煮干しは道の駅ふわりのほか、金物オンラインショップで購入することができます。銀の鱗と書いて銀鱗煮干し、今年も輝いてます。美味しく食べてください。